テッセ博、ルネド・フルーレテッセ博、ルネド・フルーレは、フランスブルボン朝の軍人、外交官。同盟のテッセ博、ルネド・フルーレの長男として、ルーマンで生まれた。同じく軍人のフィリベール・エマニュエル・ド・フルーレは弟。オランダ侵略戦争で軍歴を始め、1685年に、竜気兵の隊長として、プロテスタント迫害に取り組んだ。 1688年に大同盟戦争が起こると1689年にドイツ・プハルツ地方の略奪、荒廃を行い、1693年にイタリアのピネロールを包囲、陥落させた。同年からサボヤ港、ビットーリオ・アメデオ二世と秘密交渉を行い、1696年にサボヤを戦争から離脱させた。1703年に元帥に任命され、 スペイン継承戦争では1704年からベリック港に代わってスペインへ派遣された。スペイン戦線では1705年にイングランド軍に奪われたジブラルタルの奪回を図ったが、イングランド艦隊にフランス艦隊を撃破されたため失敗、包囲を解いて撤退した。同年にポルトガルからイングランド・ポルトガル同盟軍の進出を阻んだ。 1706年に同盟軍の拠点だったバルセロナをフェリペ5世と共に落とそうとして包囲したが、バレンシアとジブラルタルから救援が来たため撤退した。翌1707年にフランス南部のトゥーロンに派遣され、プリンツオイゲン率いるオーストリア軍を迎え撃ち、オーストリア軍からのトゥーロン守備を果たした。その後は外交官として活動。 1708年に中ローマ大使、1724年に中スペイン大使を務め、フェリペ5世の長男ルイス一世が急死した事態を受け、フェリペ5世の福井を確認した。1725年にイエールで76歳で亡くなった。ありがとうございます。